この、パスタをオクラのね粘り気でねパスタ全体に絡まってんのよ。あ、こんばんは、ゆうじも。ということでね、今回はねママに作ってもらいたい料理ランキング第77位、冷製パスタ。77位ぐらいでしょ、冷製パスタは。わかんないけど。ということでね、今回はねママの簡単でニンニクとか使わないやつね、誰でも食べやすいやつね。息子の料理はねニンニクめちゃくちゃ入るのよ。だからねニンニクが苦手な人が食べられないっていう風になるんだけども、今回はねめちゃくちゃ和風のパスタの、しかも冷製にするとすっごく美味しい。で、今回の主役はねこのミスターオクラ、そしてわさび、この2つよ。まあね、わさびはね苦手な人もいるかもしれないんだけど、これはねすっごく美味しく仕上がるからぜひ試してもらいたいっていうレシピなのよ。いつものように 1.4 ミリの細いパスタ、まあこれより細いカペリーニっていうのを使っても美味しくできるんだけど、それとねツナ缶でね、作る超簡単冷製パスタなのよ。この時期の冷製パスタはいくらあってもいい。なぜかっていうと暑いから。冷製パスタは冷たいと言いつつもお湯沸かさなきゃいけなかったりするから、夏場にお湯沸かすのはねケチ地獄なのよ。だからね、この料理簡単だからといって作ってもらった人への感謝は絶対忘れちゃダメだぞ。旬のオクラを使いまして、こんなに簡単でこんなに美味しくてママいいんですかっていうぐらい美味しいのを作っちゃうから、やっていくよ。リュウジのバズレシピ。材料は、まあ、ツナ缶ね、そしてミスターオクラ、そしてわさび、チューブの本わさびでいいわよ。で、あとは 1.4 ミリのママのパスタ、あとまあ調味料とか概要欄に書いてあるからそちらチェックしてちょうだい。ということでね、前の撮影で残ってたこのハイボルガーが、これ飲み残しちゃいます。よし、2本目いこうか。2本目は水深そうだね。これキンキンに冷やしてあるやつ。ママと一緒に乾杯してくれる人乾杯しましょう。乾杯。うめ。ということでめちゃめちゃ簡単なツナとオクラの冷製パスタやっていこうよ。オクラからやりましょう。まあ大体1パックが8本ぐらいあるから、まあ半パック使いましょうか。大体 40g から 35g ぐらいのオクラの量だと思います。で、まあママのやり方だと、まあ、ここのね角の部分刃を入れてね、こんな感じで鉛筆を削るような感じでくるっとやったら、ここちょんと切って、そうすると可食部が一番残る切り方になるからね。でも面倒くさい人はね、ここでパタンって切っても、まあこれなんかね可食部ほとんどないからこうやって切っちゃっても全然平気よ。これね、パスタと一緒に茹でたいからもう輪切りにしちゃう。で、こういう切り方でももちろんいいし、なんだ、食感の幅を持たせたいんだったら切り方変えてもいいのよ。例えばこうやって斜めに切ってよりパスタに絡みやすくしてもいいし、こういうのもね、ご自身で好みの、ね、切り方っていうのをね、こうするとほらフォークで巻き取りやすくなるのね。で、どっちでもいいの。こっちだと見た目が星型になって可愛いし、見た目重視になるし、こっちだとね、パスタに絡めやすくなるから、どっちでもいいのよこれって。はい、こんな感じで、全部切れましたね。そしたらこいつは後で、茹でていくから、もうね仕込みはねこんなもんだ。今度はタレ、パスタに絡めるソースをね作っていこうと思います。タレを作っていくからね。タレっていうかソースね。もうねすごい簡単なの。まずオリーブオイルが大さじ1杯ピッと、で、そしてお醤油が小さじ2杯、合わせ3分の2ね、はい、ほんだしね。もうね今回はねほんだしに頼っちゃう。すっごく簡単に。でもねこれね、ほんだし使うからこそ美味しいのね。ほんだしって甘みと旨みのバランスがすごく良くて、かつお節も結構ね、ほんだしの、すごく本当のかつお節使ってるんだけども、これでやる、パスタすっごく美味しかった。ツナ缶でもね、油も美味しいから油ごと入れちゃおうかと思って、半分もね油ごと入れちゃうね。冷やしパスタはねちょっとね油分がね多いぐらいの方が美味しいから、半分、1個だと結構入りすぎだから半分でいいと思うわ。
でよく混ぜ混ぜしてもらって、でここに今日の、主役わさび、まあ、5、6センチね、はい、これぐらい入れてちょうだい。これでキリッと味が締まる。苦手な方は入れないでもいいけど、わさびのこの香りね、今回ねニンニクとか唐辛子とかそういう香りを強いねもの入れてないわよね、これはね和のパスタだから、今回はわさびに頼るっていうやり方を、しております。ソースはねなんとこれだけなの。まあまあね、思うんだけどね、料理っていうのは複雑な調味料の組み合わせももちろん美味しいんだけど、シンプルもものすごく美味しいの。この間のピザの動画とかね、ちょっと本気でやっちゃったんだけど、息子の本気が見たいんだったらピザの動画見てちょうだい。あれねすごいちゃんとやってるから。シンプルだからこそ美味しさが光るってのはあるの。だって皆さん考えて、見てちょうだい。調味料がシンプルで美味しくする方が難しいでしょ。このソースはねオクラがないとね全然広がらないから、必ずオクラと合わせてちょうだい。ツナはねなくても、例えば焼いたベーコンで代用するとか、焼いたウインナーとかでも全然いいし、カニカマとかだったら全然いいんで、ツナは他のものでも替えは効きます。だけどねオクラは効かないの。これはねオクラ用のパスタだから、それを肝に銘じてちょっとやってちょうだい。でこれは冷凍庫で冷やしてもらうよ。であと冷製パスタの極意なんだけども、これからねガンガン熱くなってくるからお皿も冷やした方がいい。お皿は時間のない時は冷凍庫、そして時間のある時は冷蔵庫でキンキンに冷やしてちょうだい。これも冷蔵庫でいいとこまで。じゃあ質問来てたから、ママの質問コーナーとして答えていくわよ。今回はちょっと変わった質問来てたからちょっと答えるね。料理が好きなんですが、得意料理はと言われると言われや何でも作るよって答えるしかないんですが、得意料理を問われた時の言い返しを教えてください。あと感覚で作るのでレシピをするのが大変なので、数値化をどうやってしているのかご教授していただきたく。まず最初の質問に答えるとすると、ママも言われるのね得意料理はって。でママの場合はイタリアンは大体できるけど何でもできるよみたいに返すの。でもねちょっと本当に一つだけ作れないものがあって、ねまずいもん作れないのよって言うと、苦笑いされます。ママねそういうキャラだから、まあねウェットに飛んだことを言うと、あだったら何か作ってほしいなっていう風になるから、ママはそのね人によってはうざってなると思うんだけど、もうママとかはね別にもう全然もうおじさんだから、あおじさんごめんなさいおばさんだから別にもうそれはそれでいいなと思ってて、あとねもう一つあとね感覚で作るんでレシピ化するのが大変なんで数値化どうやってしてる。これね簡単なのよ。レシピ化しない人って多分本出汁とかもサラサラって入れるし、醤油とかもサラサラビューって入れるわよね。なんだけどそれを全部測ればいい。どれぐらい入れたかっていうのを自分で記憶しておけば、メモしておけばレシピになるから、いつもビューってやってるのどれぐらいかなと思って小さじに取りなさい。そしたら小さじに取ったら、あ小さじ2、小さじ2だ小さじ3だっていう数値化ができるじゃない。測りゃいい、ただそれだけ。測ったものを覚えておいて後でメモ取ればいいの。そしたらレシピになるから。だから茹でるのも感覚で茹でてるでしょ。みんなタイムウォッチで何分茹でたかっていうのを測っとけばいいのよ。これがね料理がね慣れてくると適当に美味しいもの作れちゃうからできなくなっちゃうんだけど、ママはねそれしてない。レシピ化したいんであれば、誰かに伝えたいんであればやっぱりメモ取っといた方がいいよね。だってこれ感覚でやってる人が人に教えるの無理だもん。だからそのめんどくさい作業をやってるのが料理研究家なわけよね。ということでレシピ化したいんだったらまず測ってちょうだい。全部のもののグラム測るのよ。これでもね慣れるとねそんなに難しくないから。ということでご質問ありがとう。じゃあ今日のねママの余ったオクラでちょい質問コーナー、イエーイ。これね撮影時のもうすごく嫌なとこなんだけど、オクラ4本使った後にオクラ4本どうやって使い切ったらいいかってみんな気になるじゃない。これでつまみ作るわ。さっきと同じような感じで見ていこう。なんか前そいだ方が簡単って言ってませんでしたっけ。あそうだっけ。鉛筆削り、うん、ああ言ってたね。こうだっけ、うん、そうっすね。まあ、こうやった方が簡単ね、やっぱね。この方がね、簡単ね、やっぱり。確かに。忘れてたの。まあ、適当、酔っ払ってるからいつも忘れちゃうのね。確かに、この方楽だ。で、後で切んのもめんどいから、もうここで切っとくから。冷ややっこに乗せたら美味しいかなと思って。これは、ちょっと、どけて。まあ、ママのちょいつまみコーナーね、これね。ね、余ったオクラがちょっとかわいそうだから。で、これねもう
少し少量のオクラだからこれぐらいの水分量にしました。大体塩分濃度は 1% ぐらいね。の塩水で茹でると色鮮やかになる。オクラってレンチンとかでも食べられるんだけど、俺はね茹でた方がプリッとしてて美味しいと思ってるから。で、塩を入れた、オクラを瞬間湯がく。これね切ってあるから多分1分ぐらいでね茹で上がるんだよね。でこれは冬場だったらこのまま温やっこにしてもいいし、で今回はまあ夏場だからちょっと冷ややっこにしようかなみたいな。オクラのネバネバとね豆腐がすごく合うんですよ。ちなみにこれを茹でたお湯でパスタ茹でちゃダメよ。なんでかって言ったらオクラの粘り成分がゴリゴリに出てるからうまく茹だらない。これね落とし穴だな。オクラの粘り成分すごいからね。はい、まあ、大体1分ぐらい茹でました。これはね、茹で方はね、好みなの。結構ね、コリッとした食感が好きだったら、1分ぐらいの茹でで全然いいと思うんだけど、ちょっとコリッとするぐらいが適当ね。これ、ザルにあげて、水で冷やす。で、これオクラね。で、ここで、オクラポン酢を作る。かつお節一つまみ、まあ、ポン酢大さじ1。ほんの少し柚子胡椒。もう 2センチぐらい。で、柚子の香りが効いてすごく美味しくなるから。で、これの利点っていうのはオクラがすっごいネバネバしてるでしょ。ほらほら見て、こんなに粘り気あんのよ。このね粘り気の中にポン酢が入ることによってお豆腐だとか他の食材との絡みがすごい良くなる。このね原理は豆腐に絡みやすくなる。これ絹豆腐ね 150g のパックなんだけども、こんな感じで冷ややっこなんだけどドカンと乗せなくてスプーンでほじっちゃう。でここにトロッとかけるとこうねこの粘り気のあるこの柚子胡椒オクラポン酢が豆腐の間に入り込んでって非常に絡むのよね。これねカロリー超低くて美味しいオクラポン酢のくす冷ややっこ完成よ。じゃあこれお塩入れるんだけども、冷製パスタの時のお塩の塩分濃度は 1.5% だ。だから結構入れる。これだとまあ大さじ1小さじ4杯とかかな。味見した時に結構しょっぱいなっていうぐらいまで入れていいから、かなり濃いラーメンスープよりちょっと濃いみたいなところまで塩入れていい。 1.5% ね。 1.5% っていうことは1リットルに対して 15g のお塩だから結構入るんだね。で、塩分濃度がバッチリ決まったから、これなんで塩分濃度を濃くするかっていうと、冷製パスタは水で洗うから塩分取れちゃうのよ。でそもそもパスタの入れる塩っていうのはパスタ自身への味付けで、パスタが、塩味がついてないと味がブレるのよ。特に冷製パスタブレるから濃いめのお塩で茹でてちょうだい。5分で1分オクラを茹でる。茹で加減はこれ通常の茹で加減が5分だから最終的に6分茹でたいの。なんでかっていうと、これから氷水で冷やすんだけど、氷水で冷やすとすっごく硬くなっちゃうのよ。だからちょっとくたっとしたパスタの方が最終的な食感が良くなるっていうのがあるのね。表示通りに茹でるっていうのがポイントね。これやると全然パスタの味違ってくるから。でもなんでこんだけの調味料でこんな美味しいのっていう風にみんなを驚かせられる仕上がりになってると思う。でこいつはオクラね。オクラはさっきと同じように1分茹でがママ的なジャスティス。まあ1分半くらいでもいいけどね。1分だとちょっとコリッと感が残るって感じね。食感もねすごく大事だから、食感が料理においてはすごく大事だからこそ、パスタは茹で加減が大事って言われてるのね。塩とかお塩とかね。はい、でこれで1分茹でていくわよ。これでねちょっとコリッと感と、あとねオクラが入ることによって、さっきも見てたと思うけどオクラが入ることによってパスタに粘り気が出てくるのね。でこのとろみとさっきのソースが合わさることによって少量のソースでもうすっごく全体に絡むの。これが美味しいの。6 5 4 3 2 1 OK です。はい、じゃあ、1分茹で上がったからちょっともうザルに出していくわよ。
ました。はい、この状態です。したらここにパスタ締めていくタイプね。オクラと一緒に締めていっちゃって大丈夫。オクラと一緒に茹でるメリットっていうのは洗い物が少ないっていうことと、このね、麺にオクラの粘り気が乗り移るのよ。あれ、粘り気があるとね、なかなか冷えなかったりするから、ちゃんとよーくね、冷やしてあげてちょうだい。これででもね、すっごい粘り気が出てくるのよ。オクラの粘りってすごいのよね。でもう指先がキンキンに、あー冷たいなってなるまで冷やすのがポイントよ。はい、これちゃんとこれ押し付けてこう絞るのが大事。絞らないと味がボケたパスタになるから美味しくない。で、こうやって絞るともうオクラのこのとろみはね、全部乗り移ってんのよ。はい、これでパスタと入ってくる。そしたらさっき絞ったこの、パスタを、パスタとオクラを入れてあげて、これね、ツナの旨味ですとかそういうものが混然一体となってめちゃくちゃ美味しくなる。わだしが入っててわさびも入ってるんで和チックでありますね。わさびもそこそこ入ってるんですけど、わさびの刺激があるというよりはもっともっとね、なんかね、わさびの爽やかさだけ感じられる感じになりますね。わさびの辛みって揮発性なのよね。とろみとか加えるとね、意外とね、辛みが抑えられたりするのね。味薄かったら、まあ、お醤油なりお塩なり入れてほしいんだけど、まあ、パパの場合はお醤油ちょっと小さじ半分ぐらい仕上げに入れるわ。そしたら冷やしたこのお皿ここに置いて巻いてあげて、最後のこのオクラさんを上に置けたり、なんか汁っぽくないでしょ。これがね、オクラのね、粘り気でね、パスタ全体に絡まってるの。で、仕上げに、まあ、軽くオリーブを振ってあげて、これでオクラのとろみが効いた、信じられないぐらいシンプルな、信じられないぐらい美味しいオクラとツナの冷製パスタ完成よ。息子たちに食べさせる前にママが味見します。いただきます。まずはオクラ豆腐ね。うわ、うまそう。おいしい。これすっごくいい。ポン酢と柚子胡椒合うわね。普通に醤油かけるよりオクラのとろみがあるから絡まるのよ。これ副菜として最高ね。だってヘルシーだし油入ってないのよ。これ柚子胡椒のピリッとした辛みと塩味もすごくいい。このコリッとした食感もいいのよね。これね、余ったツナ乗っけてもいいわね。さっきね、あの半分余っちゃったけど、あ、すっごいさっぱりしてて、これはね、ダイエットとかにもいいわね。じゃあちょっとおいしそう。これ香りがいいわね。わさびの感じも残ってる。うまーやばい。オクラなしでこのレシピをやったとしても感動するぐらいおいしくならないのよ。オクラの切って茹でたとろみがソースに効いてるからこそ全体に交わって美味しくなる。このね、オクラの冷製パスタの真骨頂はここなの。最高。オクラも食感が保たれてて、ソースにこのオクラのね、とろみ、うまみがね溶け込んで、すっごく美味しくなる。味変カンフージェネレーションいっちゃおうかしら。まず七味ちょっと試してみる。辛みが入ってても美味しいと思う。あ、七味じゃないか。まあ七味美味しい美味しい、辛みが生まれて美味しいけど、ネバネバしてるから七味の辛みがなくなる。じゃあこいつはどう。海苔、海苔バラってやって、このね、磯の香りはね、ママね、合うと思うのね。ダメ、海苔バッチボコ合うじゃん。アンパンと牛乳ぐらい。海苔だともっと和の感じが強調されて、おいしい。すごいわね。ママが凝って作るパスタと同じぐらい美味しいわね。ちょっとこれはちょっと食べてもらいましょうか。いただきます。チョモ、かわいい。じゃあオクラとか行ってもらっていいかしら。うまそう。いただきます。さっき言ってましたけど、ポン酢と
柚子胡椒やばいっすね。ね、相性いいのよ。うまい。味付け的にでも納豆より好きかもしれないです、ね、ちょっとポン酢の爽やかさと柚子胡椒の爽やかさがあると夏っぽくなるのね、うん、今の時期すごい。ちょっとシャキ感もいいですね。シャキ感があるのよ。茹ですぎるとね、本当にオクラはね、クタクタで柔らかくなっちゃうから、ママ的には1分茹でが一番オクラが楽しめる、うん、これは居酒屋に置いてほしいっすわ。いいっすか、パスタも。確かに。いただきます。まあ、美味しいじゃん。これ最高だ。めっちゃうまいっす。めっちゃうじゃん、これ。なんてことない材料。うん、特別なのも本当使ってない。オクラパオ、これね、冷製パスタ合うよね。これいいっすね。毎年夏作る冷製パスタがあるんですよ、うん、マグロ、醤油、ごま油、うん、海苔、しそで、なんかもう細めのパスタ和えたやつ、ね、あ、もうそれはもう絶対美味しいでしょ。もうそう、オクラ入れますわ。うーん、ブラッシュアップできますわ、うん、でここに、海苔をちぎると、うまくないわけがない。100パスタ合う、うん、これめっちゃ好きです。ママも作った時に、あ、これ今年の夏中にやりたいと思って緊急で動画回しました。これバズるんじゃないですか。バズってほしいけどね、食欲がなくても夏まですごいいいと思うよね。ということでね、超対策になりましたけどもね、オクラポン酢豆腐とね、オクラとツナのわさび冷製パスタね、あ、もうどっちも自信作なんで、この夏やってもらうとどっちやっても絶賛されるんじゃないかと思うから、全国の子供たちぜひやってちょうだい。